海上自衛隊の護衛艦、冬月、は、10月28日、南シナ海の南方海域で、米海軍の原子力空母、セオドア・ルーズベルトが、所属する部隊と共同訓練を、決行した。訓練内容は乗組員の、相互移動や通信訓練など、標準的なものだったが、米海軍の駆逐艦、ラッセンが南シナ海で、航行の自由作戦、実行した直後だっただけに、注目を浴びた。海自は、以前から計画していた通常の、訓練、と説明し、航行の自由作戦との、連動を否定。南シナ海のスプラトリー、中国名、南沙、諸島で人工島造成を、進める中国を牽制する意図もないと、強調する。海自によると、南シナ海での米国との、共同訓練は年間1、3回のペースで開かれており、決して珍しくないという。実際、冬月とセオドア、ルーズベルトが訓練を行った海域はスプラトリー諸島からは、遠く、人工島周辺に近づくこともなかった。10月中旬に米印両国が、インド洋で主催した海上共同訓練、マラバールに冬月も参加し、その帰途に南シナ海で共同訓練を、言ったというのが実情のようだ。ただ、今後は海自艦艇が南シナ海を、航行するたびに注目を、集めることになる。海自幹部は、海自はアフリカ東部の、ジブチで海賊対処に当たっているため南シナ海は、日頃から航行しているが、今のところ哨戒活動などを、行う予定ない、としている。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。